芯ができていないと、まあ、体幹が強いとは言えないです。モテたいっていうだけだったら全然いいんだけど、使える体幹コアを鍛えたかったら今やってるメニューじゃ使える体にはならないと思います。はい、第3回やってまいりました。まあ、前回ね、まあ、第2回の動画ではバランスっていうところを紹介したんですけど、多分普段あんまり足の裏とか足の指っていうところを意識したことがないと思うんで、相当きつかったと思います。第3回での、まあ、テーマはコア、まあ、体幹と言われるところですね。まあ、みんな体幹って、まあ、体幹が強いとか弱いとかよく言うと思うんですけど、じゃあ体幹を強くするためにはどこをトレーニングするのが一番いいかっていうと、多分みんな腹筋って、まあ、ざっくりとイメージできると思うんですけど、腹筋の中にも、まあ、腹筋の上の方があって、下の方が、真ん中があって、左右があって、まあ、脇腹があってと、まあ一種類で考えちゃいけないなっていうふうに、まあ、僕はいつも意識してやってるんですけど、まあ、それと同じぐらい、まあ、背中後ろ側ですね、もうすごい大事になってきます。全体がしっかりこう筒状に自分を覆って、まあ、しっかりと芯ができていないと、まあ、体幹が強いとは言えないです。まあ、でもただね、海でかっこいい体を見せたいとか、モテたいっていうだけだったら全然いいんだけど、使える体幹コアを鍛えたかったら、まあ、今やってるメニューじゃ多分使える体にはならないと思います。まあ、体幹、まあ、コアにはまあ、それぞれ軸があるんですけど、まあ、そのそれぞれっていうのは前後の動き、まあ、もう一つは左右の動き、もう一つはこうねじれ、まあ、回旋ですよね。まあ、この3つの軸があるんですけど、まあ、まずはこの3つの軸を安定させなきゃいけない。でそれ安定したら、それを次は連動して使わなきゃいけない。で最後にそれを、持続して使えるように、まあ、ここも持久力ですね、していかなきゃいけない。まあ、この3つができれば、まあ、大体コア習得っていう感じですね。それではコアのトレーニングに入っていきたいと思います。まあ、コアには前後、あと左右と、まあ、回旋、ひねり、ねじりがある、まあ、その軸があるって言ったんですけど、まあ、それを全部組み合わせたトレーニングを今からしていきます。まあ、説明しながらやっていきます。まあ、まずはみんなが知っているようなこのプランクですね。この体勢になります。で、まあ、ただキープするだけじゃなくて、まずはじゃあ足上げから、まあ、これを4回、足を交互に上げる。で次は、ももを、まあ、自分の顎の方を引きつける、まあ、これも4回で、次は横ですね、肘と膝をタッチするように横に足を出していく。次は、右手と左足、まあ、体力、左手と右足を上げていく。4回ずつ。で次は、足を逆側にひねりを取っていきます。これも4回ですね。最後、上半身の蹴り、体を開いて手を上げる。で顔は自分の手、これも4回。はい、これで、まあ、1周ですね。これを、2周連続で繰り返していくので48回、これを休まずいきたいと思います。それでは一緒にやっていきましょう。まあ、2周なんで48回、頑張りましょう。いきます。1、4、足を弱って引きつけて顎の方に行きます。次は外、肘と膝を立つように次は体格で手と足を上げる。
回、はい、ひねり足をひねっていきます。はい、最後は体、顔は背中、はい、また最初に戻ります。足上げ、はい、膝を顎の方に引っ付ける、はい、足ストップ、肘膝タッチするように、はい、体格の手と足を、はい、足のひねり、はい、最後上半身、顔を上半身、はい、これで終了です。はい、じゃあ次の種目に入っていきます。次の種目は、四つん這いになります。で、四つん這いになってこの状態で膝を上げます。まあ、ちょっとですね、5センチぐらいかな、上げます。で、この状態のまま手を上げて肩をタッチしていきます。10回いきましょう。で、この時に背中が反りすぎたり丸まったりしないようにしっかりフラットな状態で作って、はい、10回終わりましたか。じゃ次はこの状態のまま足を上げていきます。背中は丸まらないように、それは反りすぎないように、あんまり大きく上げなくていいです。はい、10回終わったら次は手と足を両方一緒に上げていきます。右手と左足、左手と右足、これで2セット目終了です。はい、じゃあ次のトレーニングに入っていきます。まあ、さっきのやつのもうちょい動きを入れた感じでやります。まあ、さっきと同じようなポジションを取って、まあ、前に進みます。まあ、3往復ぐらいですかね、3往復します。で、この時に腰はフラットのままで進みます。3往復終わったら次横行きます。これもまあ2往復、3往復いきましょう。はい、これで3種目目終わりです。はい、じゃあこの疲れた状態で最後に腹筋を一緒に取ってみたいと思います。寝た状態で、まあ、足をこのぐらいの角度にキープしたまま、バンザイからタッチタッチタッチ、これを10回いきましょう。4種目目終わりです。はい、じゃあこれがラスト種目です。まあ、今やった腹筋にちょっとひねりを加えていきます。まあ、このまま足キープと一緒で交互にタッチしていきます。もう10回いきましょう。ラスト種目終了です。
はい、皆さんお疲れ様でした。コアのトレーニングどうでしたか。まあコアはね、まあ、体を全身使うんで、まあ、かなりパワーも使うし、結構きつかったんじゃないかなと、まあ、僕もやりながらかなり汗かいてました。まあ、次は、コーディネーション、まあ、今までやってきたものを、まあ、全てミックスさせた連動させたトレーニングをやっていきたいと思います。まあ、この動画を見てためになったな、参考になったなと思う人は、チャンネル登録、あといいね、コメント待ってます。あと、まあ、インスタグラムの方も、動画とか、まあ、自分のメニューをどんどん配信していこうと思ってるんで、フォローもよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。小林ゆきボディメイクカレッジでは6ヶ月間かけてみんなの中に眠っている能力、まあ、使い切れてない能力を引き出していこうっていうトレーニングプログラムを配信しています。このトレーニングプログラムがいいなと思った人はチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。インスタグラムでもいろんなことを配信しているのでフォローよろしくお願いします。では次の動画で。